大規模なローカルメディアって正直あんまりサービスのイメージ湧いてないんですけど、本来 Google のアルゴリズム上はこれが地域に特化したメディアの方が上位に表示させやすいっていうのがあるんですね。 SF 界隈でトレンドとしてあるのが、やっぱ生成 AI はまあマストっていうところ、使わないと勝てないみたいな世界線になってる。なるほどなるほど。今日はですね、カウンター株式会社の宮田社長に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お時間いただきまして。宮田さん、創業4ヶ月なんですかね。4ヶ月目ですね。ねえ、普通に考えたらなんだ起業したばっかりじゃんみたいな思う方もここまで思いらっしゃるかと思うんですけども、なかなかきっとすごいことやってるんじゃないかなというふうに思いまして、ちょっとお話伺えたらなと思っております。ありがとうございます。ということで、まず簡単に自己紹介と会社の概要について教えてもらえますか。はい、ありがとうございます。改めまして、カウンター株式会社の代表の宮田と申します。簡単な略歴としましては、もともと大学卒業後に外資系の IT のコンサルファームですね、最初にタタコンサルっていうインドのタタ財閥が持っている IT 部門があるんですけども、そこの日本法人に入社しまして、でその後にキャップジェミニーという、これも外資系の IT コンサルファームなんですけども、入社してコンサルタントとしておりました。ただここからウェブマーケーやりたいというところで、シンクという SEO の会社なんですけども、入社して、でその後に、不動産ベンチャーで事業責任者やってフリーランスやって、で、もう一回事業立ち上げを別の会社でやって創業というような、結構30前なんですけども何社経験して独立したというような経歴でございます。カウンター株式会社はですね、創業4ヶ月というところではあるんですけども、今社員は1名で、業務委託の方入れると30名ぐらいの規模で、やっておりますと。で、会社の事業内容としましては、基本的にはデジタルマーケティングの支援というのが中心になっておりまして、主に私の得意分野である SEO の領域に強みを持っておりますと。あとは会社の強みっていうのが、 SEO 以外にもウェブ制作結構クオリティが高いっていうのもそうなんですが、直近ですと生成 AI 関連の SaaS のツールをですね、 AI の開発会社と業務提携して作るみたいなことをやっています。でそれ以外にも今メディア事業として、メディアっていうとそんな面白くないみたいなイメージに分かれちゃうんですけど、私たちの場合はローカルメディアっていう、お金にあんまならないって言われている領域なんですけども、ここで結構大きなことができるんじゃないかということで、大規模のローカルメディア開発というところを主軸にですね、デジタルマーケ、SaaS 事業、メディア事業というところで、三軸で今進めているというような会社でございました。ありがとうございます。企業前、有名な外資系企業と、なかなかでもそういうキャリアを経てベンチャー創業っていう方あんまいないなと思ってるんですね。そういう会社で経験して、当時は当たり前だったかもしれないですけども、こういうところ良かったなとか、こういうことに生きてるなとか、こういうことが言えるんじゃないかみたいな、何かバクッとしてますけど、そういう部分ってありましたか？一応そのタタコンサルかキャップジェミニーというこの、IT のファームというのは、日本の競合でいうと IBM とかアクセンチョンとか、よくある SI の大手企業になります。で私自身もの IT コンサルが大好きな SAP、SAP、この導入とかをやっていたんですけども、私はその中でも SAP のミドルウェアの領域をやっていまして、これ世界的にも結構レアな職種でして、そこの要はインフラエンジニアとミドルウェアのエンジニアとしてやった後にコンサルタントやっていたというキャリアになります。なので学生の時はそもそも統計学やっていたりとかで、 IT コンサルファームに入って、このデータの管理とかをずっとやっていたので、他の方よりは若手なんですけど、そのデータの管理とか SQL 書いてこういうふうにデータを処理することがすごく強かったっていうのがあるんですね。強みとしてはやっぱりそのデータを扱う能力っていうのがデジタルマーケティング全般ですごく重要視されていたりするので、結構今も SEO でいろんなアルゴリズムの解析をするときに、どの変数がどう効いているんだろうっていうところはもう頭で考えられるみたいなところが、システムのやっぱバックグラウンドを持っているので、そこは他の SEO のコンサルタントよりは強みとして効いているっていうのはあるかなと。なるほど、確かに、SEO 強い方々、会社さんって職人気質というか、本当に叩き上げの方多いんですけど、バックグラウンドとしてそういう統計やってたり、データ取り扱って大規模な会社で事業を携わってるみたいな方、実はそんなに多くない印象なんで、それは確かに特徴としてありそうですよね。そうですね、結構エンジニアが活躍できるみたいなところが SEO の強みかもしれないです。あ、なるほど、強みでも特徴ですね。あれでも僕の理解だと、よくある SEO に強い会社さん、マーケティング系の会社さんって、あんまりエンジニアの方がたくさん活躍してるイメージって全然ないんですけど、それってどう、なんか認識間違ってますかね。
いや、正しいと思っています。一般的に SEO の、まあ、支援会社っていうところで言うと、はい、要は SEO のコンサルタントは結構その、まあ、メディアのビジネスの解像度が高くて、まあ、SEO の戦略もある程度分かっているみたいな。で、こういう方々が結構表に出るんですけれども、裏では結構アナリストの方が、しこしこ資料を作って、で、それを出してるみたいなところがあったりするんで、結構 SEO 会社の、まあ、根幹みたいなところは、もうアナリストが形成してるようなところがあるんです。なるほど、なるほど、そうなんですね。その中でちょっと気になったのが、3つ事業がありますと。で、やっぱりこう時代的にもちょっと聞かないといけないなっていうのは生成 AI のところですね。すみません、もう少し具体的に言うと何、どういうことをやってるんですか？もともと会社としては、まあ、SEO のコンサルティングっていうところとウェブ制作をメインでやっていて、まあ、ここはここで正直私の強みとして結構売上が上がっているんです。ただたまたまマーケティングツールを過去に開発した実績のある企業様が、まあ、新規事業でここ SEO 領域でツールを作りたいと、宮田さん何か面白いネタありますかっていう形でお声掛けいただいて、そうだなってなった時に、まあ、記事制作の要はその生成 AI でテキストを生成して、まあ、それを SEO の記事制作に生かそうっていう流れが今の業界であるんですけども、ここのツールを開発したっていうところがあって、まあ、それを基本的には販売をしているという形になります。まあ、でまあ AI ライティングツールっていうものを自社で提供しています。なるほど、なるほど。 AI ライティングツール、まあね、確かに生成 AI フルに活躍できる領域だと思うんですけど、その座組のところが本社が別の開発会社と提携というのは、例えばサービス自体は本社が提供してそのクライアントと契約してるけれども、開発自体を外注して本社のプロダクトを作ってるって、そういうことですか？そうですね、おっしゃる通りで、要は開発会社が別であって、まあ、早い話その会社が自社で外販すればいいじゃないかっていう話なんですけども、やっぱりそのシステムに特化した会社なので、私のその今の SEO 業界での知名度だったりとか結構そこが強いので、あとはネットワークを持っているので、まあカウンター株式会社をフロントにして、まあ、宮田が要は作っているっていう形にして、もうそれを提供していいよっていう話だったので、まあその販売代理店のなんかその専売券みたいなのを持っているみたいな、なんかそういうイメージを持っている。ああ、まだ独占販売代理店っていうことですね。ああ、なるほど、なるほど。で、正直ベース、今、合弁作るかとか、合併するかとかも、そういうレベルまで話がいっているぐらい、結構、引き合いがある、そういうプロダクトになってきて。ああ、いいですね。そうですよね。今後の事業の根幹となるプロダクトだったら、おっしゃる通り、何かね、あの組織としても一緒にするみたいなのもありかなと思いますね。代理契約、独占とはいえ、もしかしたらどこかで契約が切れるっていうこともない、こともないと思うので、ここはちょっと考えようかなとは思いますよね。おっしゃる通りで、ただ一個まあ望みではないんですけども、私としてはやっぱそこがすごく命綱みたいなところがあるんですけども、うん、今実は生成 AI ツール以外にも SEO に関するいろいろな機能というものを共同開発しておりました、うん、でそこの知見みたいなところを私が結構供与しているところがあるので、まあ、結構今後も長期的にそこの開発パートナーみたいな形でやらせてもらっているところもあるので、うん、それもあって、あの前段今業務提携という形ですけど、まあ、資本レベルまで一緒にやるかみたいな話も出ているっていうのは、そういった背景だと思います。うん、ね、両者耳になるような形作れると思うのでね、ありがとうございます。あれなんですね、社員1人業務委託30人っていうのは起業したてだからそうなのか、それともそういう業務委託フル活用型社員最小限でみたいな、そういう方針でやる予定なんですか？一応会社の中で、まあ、いろんな事業を今後展開していくっていうのも決まっていまして、このデジタルマーケティングの支援事業っていうものは一応まあ今年、あとはまあ来年やっていくっていう中で、ここでは正直この今の形態で続けたいなっていうふうに思っています、ね。うん、で会社としてはそのまあ大規模なローカルメディアを作るっていう、これ結構チャレンジングな取り組みなんですけど、うん、ここをやるときに結構採用して拡大する、うん、なるほどね。大規模なローカルメディアって正直あんまりサービスのイメージ湧いてないんですけど。そうですね、はい、何かすでにもうどこかのメディアがあるんですか？一般的にローカルメディアっていうと、なんか例えば地域ブログみたいな形でいろんな地域ブロガーみたいな人たちが書いてるみたいなところじゃないですか。でも、うん、もちろんそこも含めるんですけども、私が考えているローカルメディアっていうのは、いわゆるそのエリア系のキーワードで上位表示しているサイト、例えば分かりやすい例で言うとスーモって日本全国の47都道府県の不動産の情報を掲載しています。で私たちが今狙っているのは、これの地域版というものを作れると思ってまして、要するに、例えば不動産埼玉市とか、そういうふうに検索したら、今スーモが出るけど、本来 Google のアルゴリズム上は、これが地域に特化したメディアの上位に表示させやすいっていうのがあるんですね。
っていうものを考えたときに、例えばじゃあ、不動産、埼玉市で調べたとき、今10サイト出てくるんですけど、ほとんどが東京にある上場企業が上位表示されてる。でもこれって、埼玉県で作っている埼玉県出身の私が全部取りに行ったら全部取れるよねっていう話がありますと。この不動産の領域だけではなくって、グルメとか、ビューティーとか、いろんなこういうバーティカルの、まあ求人もそうですよ。この領域って全国展開されているメディアがあるんですけど、本来は地域特化型メディアであるべきっていう話があって、それを埼玉県で全部やって、その全部のキーワード市場を取りに行くみたいな、今これ、日本でもやられてない取り組みだったりするんですけど、そういったものを今やろうとしているという感じです。なるほど。海外ではあるんですか、そういうメディア。海外でもないですね。あ、そうなんですね。例えばじゃあ仮に埼玉のキーワードの市場を私たちが全部取れるっていう世界線が仮に成立するのであれば、じゃあそれって空中戦でリードを取って地上戦も取りに行くことができるっていう形で結構大きな経済を取りに行くことができるのがです。そこを今やっているっていう。それってあの Google がそういうふうに評価しますっていう今のルールがあるから、地域のものは地域で作る、これがいいんじゃないかっていうところがあるのかなと思ってたんですけど、 Google がやっぱ変えますみたいになったらそれも変わっちゃうのかなとちょっと思ったんですけど、そこはどうなんですか。大原則のウェブサイトが上位表示されるときに見られる要素って結構いっぱいあるんですけど、まあ、ドメインパワーとか、サイトのコンテンツの、まあ、どれだけ充実されているかとか、あとはどれだけ地域情報、オリジナル情報があるかというところなんですけど、ここ変わることっていうのはほとんどありえないと思っているんですが、これは今後の生成 AI の流れで、例えば大量に記事コンテンツが今後投下されるというふうになったときに、これって結構人が介在しない AI の無機質なコンテンツが出てくる流れが加速します。ただ本来一番評価されるのはその地域の方が運営しているドメインで実業がある、でかつその地域の方が本当に取材をして取りに行ったデータみたいなのが評価されるというふうになったときに、そういったオリジナルコンテンツが重視されるっていうのと、経験体験というのも重視されるっていうのがあるんですね。そうそうね、やっぱりなんかそのドメインパワーみたいな、やっぱ上場企業のタグは相当強いんだなっていうのは、まさにね、M&A で買った後とかの様子とかを見てると、それはすごい如実に感じる部分があるんで。そうですね。あとはこの取り組みって日本で誰もやってないんですけど、やってないのがみんな理論上勝てるって分かってるんですけど、大変そうだからやらないだけなんですよ。なので今 SEO 業界界隈はこの話大体知っていて、カウンターがそういうのやろうとしてるよみたいなのは大体界隈の人は知ってるんで、結構それをみんな後押ししてくれるので、なんかそれで自分のツイッターが伸びやすくなってみたいな。あ、そういうことなんですね。正直あの、ね、ローカルメディアの話はツイッターでも拝見してたんですけど、まあ、率直に言って何言ってるのかよく分かってなかったのであのようやく理解できましたありがとうございます。そういうことだったんですね。でちょっと生成 AI も出てきて今後どうなるのというところあると思うんですけど もう今は本当に事業運営している会社さんが知っておくべき、これだけは SEO で押さえておいてっていうことって何かありますか。2つかなと思ってまして、SEO 界隈というトレンドとしてあるのが、やっぱ生成 AI はまあマストっていうところ、あともう一つは宮本さんご存知か分からないですけど、サブディレクトリーメディアとか聞いたこと。例えば病院のドメイン借りてどっかの怪しい業者さんがそれ作ってなんかやってますみたいな、一時期すごい流行ってたなっていう記憶はあります。そうです。この2つが、まあ、サブディレクトリーメディアも通用しないっていう流れがあって、まあ、ここが結構大きなトレンドとしてあるかなと思っています。で今 Google のアップデートがちょうど3月の上旬からあってですね、このサブディレメディアをもう捨てなくするみたいな、そういうアップデートなんですけども、これが今ちょうど走っています。で具体的にはただサブディレクトリーをやるだけが悪いっていうことはないと思っていて、例えばじゃあ本社の M&A バンクの配下で、例えばその M&A に近しい領域のコンテンツをサブディレで発信したいっていうふうになったら、それって御社が運営しているメディアとか問題ないと思うんですけど、例えば御社のメディアの配下で謎の VOD のアフィリエイトサイトやりました、ちょっと領域っていうかメディアって観点ではいいかもしれないですけど、 Google としたら全く関係ないじゃんとか、でこういう全く関係ないことをやっていて運営主も違うみたいなサイトはもう下がるっていう、そういう今ロジックが組まれているんですね。ちょうど私の周りでサイト M&A したいんだみたいな業者が未だにサブディレクトリーメディアを買っているみたいな直近まであったんですね。なのでこれはもうよしなさいよっていうのはちょっと思ってですね、そこはもう通用しないっていうのが一つあるかなと思っています。まあ要はそれやってる業者さんたちがもうあまりに増えすぎてユーザーからするとあんまりよろしくないからっていう、まあ結局 Google のアップデートって根本はそういうことだと思ってるんですけど、その流れということなんですね。
おっしゃる通りです。もう一つ目の生成 AI の観点で言いますと、まあ、若干ポジショントーク的にはなっちゃうところもあるんですが、結構事実ベースでお話をさせていただきますと、今ってその私たちに限らず生成 AI でコンテンツを作れますよっていうサービスを提供している企業さんが結構多いんですね。うん、例えば SEO のツールで上場している会社もあったりとか、上場はしないけど結構有名なツールを運営している企業もあって、そのツールの中で生成 AI のライティングの機能を入れて、そのライティングもできますよみたいな形で提供しているんですね。でそうすると何が起きるかというと、すでに人にライティングをさせてた事業者たちが生成 AI でコンテンツを書き始めるんですね。そうするとかなり早くアウトプットが出せるじゃないですか。はい、これが要は今まで5記事とか作っていた会社が20記事25記事とか当たり前のように出してくる世界。そうするともう使わないと勝てないみたいな世界線になってくる。なので生成 AI は基本使うっていうスタンスで SEO に取り組んでいった方がいいかなと思っています。いやそうですよね。でもまあみんななんか今の今日時点で言ったらまだね賛否両論あると思うんですけど、結局みんな使うようになるとは思うんですよ。って時にそういう記事だらけで、しかも今ですら随分多いなと思うのに、さらに数十倍数百倍になっていくってなると、 Google もまた結局同じようなものが大量生産されるだけで意味ないよねってなって、何かまた制裁が下るじゃないですけども起こる気がしてるんですけども、どういう世界線がやってくると想定してますか？本当おっしゃる通りで、低品質なコンテンツみたいなものが増えると思います。ただ、一つ AI の使い方も重要だと思っていまして、その Google って今生成 AI のが使われるようになってアルゴリズムをかなり強化しています。具体的にはその例えば記事って作るとき、通常構成要は見出しを作ってみたいな、なんかこういうこと書きますっていう骨子を作って、まあ、そこで執筆をさせてライティングさせて、で編集かけてでリリースをすることになると思うんですけど、この執筆だけを AI にさせて、構成自体はそもそも高品質なものを人がまだ介在して作るっていう流れが今あるんですね。なので市場にあふれるコンテンツはその見出しも AI に自動で作らせて低品質なものをあげるっていうものはあるんですけど、それはある程度 Google にも淘汰されるようにはなっているっていうのがあります。うん、なのでライティングの部分を一部だけ AI を使ってリリースするっていう流れもあるので、まあ、ある程度品質は保たれるか、ただ一方でやっぱり Google の穴をかいくぐって低品質なものが出てしまうのは事実なので、それもあるので、ここは例えばインタビュー記事だとか、まあ、この動画もそうなんですけども、そのコンテンツ内にどれだけ、まあ、そういったリッチなものが入っている、例えば記事の中にも動画のリンク入っている会社が結構多いとか、そういったリッチなコンテンツが評価されるようになっていく。で実際企業もSEO の記事だけではなくて、インタビュー記事これだけ作りたいんだ、調査リリースをこれだけ作って記事に入れ込みたいんだっていう企業さんも結構こだわりいただいていて、まあ、そういった流れになって、なるほどなるほど、そうですね。僕らも実は M&A バンク動画だけやってるんですけど、一時期実はテキストメディアもやってたんですよ。見てました全くの無風だったので、あとまあ労力的にも本当に普通に僕その場で思いついたことを一人でしこしこ書いてたんで、いやちょっとこれやっても意味あるないんじゃないかなと思ってやめたんですけど、 B2B のテキストメディアって今後やる意味あるのかというか、 B2B のオンドメディアっていうんですかね、コンテンツマーケティングの文脈でのメディアで、今ここで改めてオンドメディアどうなんだろうっていうのはちょっと思ってるんですけど、どうですかね。ありがとうございます。実は私もそのメディア拝見していて、特にYahoo の確かエグジットについて富岡さんが以前書かれた記事とかなんか書いた、見た記憶があって、はい、その時に率直に思ったのが、はい、富岡さんもっと文字量書けばいいのになって思ったことがまず一つ。ああ、なるほど。あとは、単純に見出しが SEO に最適化されていないっていうのがあるんで、多分M&A バンクさんって、その、サイテーション、要は YouTube で動画を発信されていたりとか、富岡さんや島袋さんの知名度があるので、結構それをうまく活用することで実は SEO では勝ちやすい領域だったりします。ただドメインのパワーとかをやっぱ戦略的に上げなきゃいけないっていうところがあるので、そこちょっと工夫する必要があるっていうのはまず大前提あります。その上でご質問への回答としては、 B2B のオンドメディアはまだ全然生きると思ってまして、というのも、まあ、昨年中頃なんか結構チャット GPT が注目されたタイミングで SEO なくなるんじゃないかっていうのが結構巷で話題になりましたけど、ただ B2B の領域ってやっぱりどういう製品なのかとか、自分の製品を知るためのいろんな背景というか知識を吸収するときに動画も見るんですけど、文字活字もやっぱすごく見るっていう風になったときに、やっぱり文字を読む、本もそうですし、記事を読むっていう習慣は全然ありますし、やっぱりその調べると検索ボリュームがちゃんとあるので、そこはまず市場としては絶対なくならないっていうのがあるかと思います。その上でしっかりと自社の強みっていうものを
コンテンツとして盛り込んでドメインパワーを強くして勝てるような SEO に最適化した記事を出せれば全然生きる。弊社そこでやっぱ事業やらせてもらってるんで、それは全然いけるというふうに思います、うんうん、この会社うまくいってるなっていうのあります？そのテックコンテンツマーケティング結構ありますよ。最近となんかちょっとマニアックな話になるんですけど、私別でアメと東京都っていう会社のプロモーションパートナーで YouTube やってるけど、そこでスタートアップの SEO に関する動画を過去に出して、例えば今インテントセールスって有名なセールスマーカーさん、そうですね、はいはいはい、あの企業さんは今ちょうどそこを取り組まれていて、結構意識的にそのサイトの中にインテントセールスの話だったりとかそういうのを盛り込んで、今多分あの会社っていうのはその市場を作るところだと思うので、それをオンドメディアでうまくやっているっていうのはすごく感じ。あー、なるほど。つまり僕がインテントセールスという単語を知ったのは結構最近なんですけど、おそらく業界的にはそんな知名度なかったのを彼らが業界のトップリーダーとして発信してきて、広まれば広まるほど検索も増えて、検索したらそこに流入してくる、メディア作る、そういうことですか？そうです、そうです。例えばインテントセールスって言葉を知らなくても、例えば営業の方が例えば抑える KPI ってどうなんだみたいなものを検索したときに、とかあとは営業に求められるスキルって何だろうみたいな検索したときに、まあインテントセールスっていうキーワードであったりとか、セールスマーカーさんもその、まあ、会社のロゴなどを入れて認知を高めるみたいな、これって市場を作るスタートアップがやるオンドメディア、マーケティングというよりか広報 PR の領域だったりもするんですけども、まあ、そういったものを、まあ、企業さんは結構いるかなって。なるほどな。まあ、じゃあちょっと B2B スタートアップでも今でもテキストメディア、オンドメディアはいけるっていうことですね。全然いけると思います、うん、ただ商材によってはやっぱ動画がいいとかっていうのはもちろんあると思うので、ただなくなることはないかなっていう、全然効果はあるかなと思います。うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。考える上で SEO という観点でちょっとここを気をつけた方がいいよとか意識した方がいいよっていうのは、 SEO ってコンテンツ型よりもメディアの収益というかトラフィックが安定しやすかったり、それ大事です。それを声を大にして言いたいですね。創業して1期目の社長さんはとりあえずの方とお話してください、みんな言いますよ、はい、今すぐ会社を売却する予定がなくてもぜひサロンに入って M&A そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。